プロテイン A、B、C は選択的スプライシングによって生じた同一の遺伝子にコードされるアイソフォームである。タンパク質のアイソフォーム、またはバリアントは単一の遺伝子または遺伝子ファミリーに由来するコードに類似した一連のタンパク質のメンバーを意味する。多くの場合、それらは同一、または類似した生物学的役割を果たすが、一部のアイソフォームには 特有の機能が存在する。一連のタンパク質アイソフォームは、選択的スプライシングや利用するプロモーターの際、他の転写語就職などによって形成されるが、一般的には翻訳語就職によって生じた際は、アイソフォームとして考慮されない。選択的スプライシングによる機構では、スプライシングの過程で遺伝子の異なるエクソンが選択されたり、 エクソンの異なる部分が選択されたりすることによって、一種類のメッセンジャー RNA 線部体から異なるメッセンジャー RNA の配列が形成される。アイソフォームの発見によって、人ゲノム計画で明らかにされたタンパク質をコードする遺伝子の数と個体に見つかるタンパク質の多様性の間の乖離を説明できるようになった。異なるタンパク質が同一の遺伝子によってコードされており、 プロテオームの多様性が増大しているのである。RNA のレベルでのアイソフォームは CDNA を研究することにより容易に特定することができる。人の遺伝子の多くが選択的スプライシングによるアイソフォームを有することが確認されている。アイソフォームはタンパク質のレベルでは通常タンパク質の表面に位置する部分でドメイン全体の結質やループ部分の短縮などが生じている。 単一の遺伝子は構造や素性の異なる複数のタンパク質を産生する能力を有している。この過程はメッセンジャー RNA の選択的スプライシングによって調節されるが、このような過程が人のプロテオームの多様性にどの程度影響を与えているのかは明らかではない。というのもメッセンジャー RNA 転写産物のアイソフォームの量とタンパク質アイソフォームの量とは、 必ずしも相関しているわけではないからである。翻訳されたアイソフォームの得意性は、タンパク質の構造と機能、並びに細胞種やそれらが産生された発生段階によっても決まる。タンパク質が複数のサブユニットからなり、その各サブユニットに複数のアイソフォームが存在するときには、その得意性の決定はより複雑なものとなる。例えば、 人の細胞で様々な機能を果たす AMP、活性化プロテインキナーゼは3つのサブユニットからなる。人の骨格筋で優先的に形成されるのは α2β2γ1 であるが肝臓で最も豊富なのは α1β2γ1 である。RNA スプライシングの様々なメカニズムタンパク質アイソフォームが作り出される主要な 機構は選択的スプライシングとプロモーター利用の際であるが変異や多形といった遺伝的変化による就職も異なるアイソフォームとして認識されることもある。選択的スプライシングはメッセンジャー RNA 転写産物のアイソフォームを作り出す主要な転写後就職過程であり、タンパク質の多様性に寄与する主要な分子機構である。巨大リボヌクレオタンパク質であるスプライソソームは 核内で RNA の切断と連結を担う分子機械であり、タンパク質を高度しない領域を除去する。スプライシングは転写と翻訳の間に起こる過程であり、スプライシングが及ぼす主要な影響は、デノミクスの技術を用いて研究が行われてきた。例えば、マイクロアレイ解析や RNA、シーケンシングが選択的スプライシングを受けた。 転写産物の同定やその量の測定に利用されてきた。転写産物の存在量はしばしばタンパク質、アイソフォームの存在量の代替として、しばしば用いられるが、ゲル電気営動や質量分析を用いたプロテオミクス実験からは、転写産物量とタンパク質量の相関は、しばしば低く、通常はいずれか一つのタンパク質アイソフォームが、 大部分を占めていることが示されている。この RNA レベルとタンパク質レベルの相違は翻訳後の段階で起こっているようであることが2015年の研究で示されているが、その機構は基本的には解明されていない。したがって選択的スプライシングによる多様性と疾患の間には重要な関連性が示唆されているものの新たなタンパク質アイソフォームを作り出す主要な ででああるるといいう決定的なな証拠があるわけではない選択的スプライシングは一般的には緊密に制御された過程であり、選択的転写産物はスプライシング装置によって意図的に作り出される。しかしながら、このような転写産物はノイジースプライシングと呼ばれるスプライシングのエラーによっても作り出されることがあり、それらもタンパク質アイソフォームへと翻訳される可能性がある。 複数のエクソンを持つ遺伝子の約95%が選択的スプライシングを受けると考えられているがノイジースプライシングに関するある研究では低存在量の転写産物の大部分はノイズであることが観察されており細胞内に存在する選択的転写産物やタンパク質アイソフォームの大部分は機能的でないことが予測されている他の転写制御 転写後制御段階によっても様々なタンパク質、アイソフォームが作り出される。細胞の転写装置が異なるプロモーターから転写を開始することによって、わずかに異なる転写産物とタンパク質アイソフォームが作り出される。一般的にタンパク質アイソフォームのうちの一つが、その普遍性や他の種のウルソログとの配列類似性などの基準によって、標準的な配列としてラベルされる。 アイスォームは、そのほとんどが類似した配列を有していたり、一部、または大部分のエクソンを標準的配列と共有していたりするため、類似した機能を有すると推測される。しかし、一部のアイスォームにはかなり大きな差異が存在し、標準的配列とほとんど、または全くエクソンを共有していないこともある。加えて、それらは異なる、生物学的影響を与えることもあり、 例えば極端な場合として、あるアイソフォームは細胞の生存を促進し、他のアイソフォームは細胞子を促進することもある。また、基本的な機能は類似しているが、細胞内極材が異なることもある。2016年の研究では、1492の遺伝子のすべてのアイソフォームが機能的に特徴付けられ、大部分のアイソフォームが 機能的に異なるファンクショナルアロフォームとして振る舞うことが示された。著者らはアイソフォームの大部分の機能が重複していないという観察をもとにアイソフォームが異なるタンパク質のように振る舞うという結論に達した。一方で各アイソフォームの機能は一般的には個別に決定される必要があり、同定、または予測されたアイソフォームの大部分は機能未知のままである。 グリコフォームは、付加された糖砂の数やタイプのみが異なる、タンパク質である。糖タンパク質はしばしば、付加された糖類やオリゴ糖が異なる、多数のグリコフォームから構成される。これらは、グリコシル化の過程の生合成の際や、グリコシダーゼや、グリコシルトランスフェラーゼの作用によって生じる。グリコフォームは、詳細な科学的分析によっても検出されるが、 レクチンアフィニティクロマトグラフィーや、レクチンアフィニティ電気営動など、レクチンに対する反応の差を利用して、より簡便に検出することができる。グリコフォームが存在する、糖タンパク質の例としては、オロソムコイド、アンチトリプシン、ハプトグロビンなどの結晶タンパク質が挙げられる。エンシームには、ポリシアル酸からなる、一般的でないグリコフォームが見られる。ありがとうございます。